中川さんね、最近ね、胡錦涛さんのね、言動って言いましょうか、腹立つこと多いですね。本当そうですね。まず源泉でしょ、それから靖国問題ね、まあ、この辺についての、まあ、中川さんの、まあ、深い学識を伺いたいんですけどね。はい、あのですね、今度チリでね、胡錦涛と日本の小泉総理がこう対談しましたですよね。で、ああいうことをですね、すべきじゃないですよね。で、ほんのわずか 10日前にですよ、源泉で我が国のこの領海侵犯をされてて、つまり我が国の主権が侵害されてて、で、当然その時にそれに対するそのこちらの不快感なりですね、さまざまなことをしなきゃいけないのがですね、だから当然それがある以上半年とか1年間はですね、一切サミットはしないと、日中首脳会談はしないと、こういうことを決めなきゃいけないのにですね、それから平気に対談をして、そして挙句にですよ、その靖国問題をあそこまで内政干渉を受けて帰ってくるっていうのは、我が国としては明らかに国辱的な状況でしたね。しかもね、源泉がね、浮上しないで領海に入るっていうのはね、これはなんとも、まあ、最終的には自衛隊が追われた感じだけども、まあ、僕らにしてみれば、少なくとも警告の爆雷ぐらいは落としてもらいたかったですね。ああ、そうですね。で、今度の源泉の問題はですね、まあ、いろんなことを教えてくれたのはですね、当然日本にはですね、自衛隊法のさまざまな欠陥があったり、あるいは総理がですね、それをこううまく利用して、結局、爆雷投下その他がですね、まさにできない、相手が、領海から出ていくということを待って、そして7時45分に領海外 に出て、で、わざわざ1時間も時間取って8時45分になって、海上警備行動を発令をするというですね、そういう行為をして、その侵犯をされた国がですよ、その源泉に対して浮上させて臨検をするという国際法上の行為をしなかったということです。つまり自分の権利と義務を放棄したことになります。逃げていただいたという感じね。そうですね。逃げていただいた。台風が去っていただいたというですね。前に同じようなことが北朝鮮の不審船に対しても、逃げていただいたというのがありましたが、あの投機かなんかで、はい、同じですね。で、あの時もその海上警備行動のですね、加齢はしたんですけども、やはり撃沈をするということがしないんですよね。で、国際法ではそのこちらの警告発射に対して、それに従わない場合は撃沈をしていいということになってるわけですから。で、そうするともともとこちらの国際法に従ってですね、浮上せよということを言えない、もう行為をしなかったということ自体が、我が国がですね、その国際法に与えられている権利を放棄したことになります。これについてね、シンポジウム、ちょうどその頃ね、別の全く関係なくシンポジウムがあったんだけどね、そこに出られている方々の中にはですね、領海にね、源泉が入ってね、浮上もしないでね、逃げたっていうのはね、これはね、国際的に日本が無礼であると、国際儀礼に日本が反していると、そんなものをお互い許し合ったらね、世界平和ないわけだからね。それはですね、よく日本が世界中から糾弾されてるのはですね、日本が勝手にですね、国際法を無視するということは、日本が実はですね、その国際法違反をしてることなんですよ。そうなんですね。それが意外に認識されないですね。つまり、国際的なルールをですね、日本が破壊をしてる行為なんですよ。だから当然無害航行といって、今度の場合はもう領海を通過して構わないんだけども、浮上して自分の旗を上げて、その通過をするという行為をしていない以上ですね、必ず日本としてその臨検をするという行為をして、何らかの措置を取るというのがですね、これはもう当然の行為なんですね。で、日本人はそれをしないことが、何かこう平和的なですね、隣国との間がですね、うまくこう流行だとかと思うけども、実は世界は日本というですね、ならず者がいるんですよ。つまり、自分ならず者になってるわけですね。そうですよ。平和的だと見えて、平和というそのレッテルのもとにですね、日本が今世界で最もならず者なんですよ。法を全部無視してる。そういうことをね、東大法学部があって、国際法の教授があるのに教えてないわけですよね。そうです。で、東大はですね、もう含めてですね、今、戦時国際法、平時国際法の中のですね、軍事関係を一切授業しないんですよ。
だからそのどういうものかはですね、もうその東大を出て大蔵省に行こうとですね、外務省、まあ外務省は一部ちょっと分かりますけど、うん、ない。それから防大も事実上国際法は授業してないんですよ。はあ、だからそのどういうものかがですね、みんなこう分からないという状況ですよ。だからその自衛隊でも一番の問題はですね、その日本の自衛隊法には領海侵犯対象規定がないんですよ。うん、だから領海侵犯対象規定があればですね、直ちに現場の指揮官によってその対処できるんですよ。ところがそれがないから、昔のですね、操業漁船保護の規定である海上警備行動をですね、する。だから当然それは総理まで行くという形で実際の対処規定になってない。そもそもは韓国との漁船問題なんですよね。そうですね、うん、自衛隊法82条にあるですね、うん、その海上警備活動 の、うん、の規定は、うん、韓国との間でですね、漁船同士がすごい衝突をしている、そのそれ で、うん、で日本の漁船に対して韓国の海軍艦艇が襲ってた、うん、あれに対して一応日本も海上自衛隊が出てですね、日本の操業漁船を守るというその行為ができますよ。それはオホーツク海でのロシアの警備艇に対するやつと同じですけど、もともとあれは操業漁船の保護の規定なんです。漁船の方なんです ね、 ね、うん、そのもっと重大な国際的に意味が深い、その領海の侵犯ということは抜けてるわけですね。そうです、領海侵犯というですね、そのいかなる国家もその守らなければいけない行為に関するものではなくて、うん、あれはだから公海であれですね、うん、相手のとこでもどこでもいいんですね、操業漁船は、うん、世界中のね、どこの海でやっても構わない、うん、でそれを保護に行くわけです、うん、だからその問題と誤解というかですね、してて、それを今回でもですね、政府も自衛隊も一切、この問題を取り上げないという事態が起こった、うん、この問題の本質は、その自衛隊法に世界のどこの国にもあるような、その、領海防衛の規定がないということなんですね。まあ、おっしゃるとですね。で、日本の場合は航空自衛隊だけがあってですね。うん、で、航空自衛隊だけは84条で規定をされててですね。うん、それがだから1987年にバジャーがですね、沖縄の本島を、要するに、侵犯したときに、直ちに、ファントムが2機出撃をするんですね。瞬間出撃をしますよね。で、それはその規定があるからなんですよ。で、実際に飛行機がですね、領空侵犯したら核爆弾を落とすかもしれないんだから、直ちに出撃しなきゃいけない。今度だってですね、宮古島なんかのですね、まちまちにですよ、その、魚雷その他をですね、撃つ可能性があるわけですから。だから瞬間行って瞬間浮上させなきゃいけないんですね。で、そのためには、その規定を作るというのが一点です。その源泉ですから、海の底からも発射し得るわけですね。あ、もちろん、全て、ね、海の中から発射しますからですね。ね、空へ飛ぶやつもね。はいはい。だからそれは本当に危ないんですよね。危ないです。はい。だから そういう意味で、今度の一番最大の問題は、その自衛隊法をどう改正するかというのが一点ですね。うん、それがまあ今今回の問題を契機として、議会で問題になっている形跡は、全くありません ね。それでむしろその変な、うん、この方向に行ってる、つまり、総理がですね、5時45分に朝5時45分にそのあれを連絡を受けたか受けなかったか、そして自分は受けなかったんだという形 でそうすると自衛隊は連絡をしてるから、でそうするとその内閣官房側の中のですね、連絡網が、しっかりしてなかった、危機管理が悪いという話にずらされていって、うん、全部うやみやということになってて、でほとんど国会議員がですね、このディスインフォメーション偽情報に騙されてるんです、うん、だから今回の本当の問題はね、もう全ての、まあ、日本の人に知ってもらいたいんだけども、日本の固有のね、領海を守る法律が日本だけないっていうことなんですね。そうですね。日本だけで世界ではありません。これを早くね、しなきゃしょうがないというのは、議員ならピンとこなきゃなんないのに、政治を商売にしてる人が、というか、転職にしてる人がね、感じないっていうのは。国際法をほとんどですね、今のもう世代が変わって、うん、今日、国会議員で国際法を分かる人が限りなくゼロなんですよ。うん、それからだから国際法が分からなければ当然自衛隊法の欠陥が分かりませんよね。でもう一つやはり非常に大きな欠陥は兵器が分からないんですよ。なるほど。例えば今度でもその日本のその対戦能力が高いとかっていう話をしてですね、だけどそれは平時の対戦能力なのか有事の対戦能力があってですね、で有事になると日本は対戦能力が何もないんですよ。でそれはどうしてかっていうと、
これの原子力潜水艦がないんですね。なるほど。で、原子力潜水艦に対して有事で戦うには原子力潜水艦以外は戦えないんです、うん、で、通常、だから、相手が原子力潜水艦を持っている場合はですね、日本のようなディーゼル型のあの小さな潜水艦を河川船といってですね、潜ることのできる単なる船で軍艦。可能のかと、潜るっていうですね。そうですね、はい。の船であってですね、うん、ファイティングシップス、軍艦にはもう、認められてないんですよ。うん、で実際に K1 選手と小学生の戦いになりますから、うん。しかもですね、あれは速度がわずか20ノットです。あ、ディーゼルの方はね。ディーゼルは、うん。で、向こうは30ノット以上出るわけですから。うん、しかもね、大きさも違えばですね、うん、それから最も決定的なのは、うん、日本の方はたった、8時間ぐらいしか戦闘はできないわけですよ。うん、いちいちこう空気を入れてもう一回エンジンにですね、うん、電気を貯めるという行為をしない限りできない。で、向こうは半年ぐらい平気に潜ってるわけですから。うん、でそうすると、その日本として原子力潜水艦を持たないでいいのかという問題をですね、もう一つきちんと議論をしなきゃいけない。うん、それも議論としては浮き上がってこない。はい、ところが一切これができない。つまり60年代までのですね、自衛隊はですね、原潜を持つということをみんな言ってたんですね。で、特に旧軍の人がいましたから。だけど今はその自衛隊の非常にやはり大きな欠陥はですね、そういうその有事と平時における、で、平時はどうして、で、有事はどうするんだ。で、どういう兵器でないと戦えませんよという本当のことを言わない。で、むしろその出てくる発言をなさる方はですね、部下が一生懸命やってるわけですね。本当に自衛隊は他の人たちに比べればですね、それははるかに真面目な人がいて、現場がね、現場はですね、うん、職務に非常に励行している方が多いわけですよ。だからそのせっかく一生懸命やってるのがですね、こんなそのディーゼル型潜水艦では役に立ちませんよっていうのは言えない。で、結局だけど国民はそういう専門家が言わなければですね、知ることはない。で、上の人が言うべきですね。そうです。で、もともとそれは政治家が言うべきなんです。あ、そうですね。で、まあ先進国だと軍事が分からない人は政治家になるなと言われてますよね。サッチャー首相みたいにですね、うん、ああいう方みたいに、軍事が非常に精通してる人なんですね。うん、で、自分も、彼女が軍隊から出撃してるわけじゃなくて、うん、一弁護士だしですね、うん、そのオックスフォード時代は化学の卒業ですよね。はい、だけど、その政治家というものは軍事の専門家でなきゃいけないという意識があって、うん、独学であれだけの、うん、勉強をして、国際法があって、兵器をあれだけ精通するわけです、うん、で。そういう努力をですね、小泉総理を含めて、やはりほとんどの日本の政治家がやらないというのが問題です。政治家というのはね、その、細かいことは どうだっていいんですよね。兵器だって今おっしゃったぐらいの知識でね、そのディーゼルはもう20ノットぐらいしか出ないし、原潜ならば30ノット出ると、こっちは半年ぐらい潜れるけど、こっちは8時間しか潜れないと、その程度のことを知っておればね、どうしなきゃならないかというぐらい分かるわけですよ。で、僕はね、チャーチルは陸軍出身なのにね。そうですね、陸軍出身。第一次大戦の時に海軍大臣だったでしょ。そうです。で、彼が決めたのはね、一番重要なのは、当時の海軍大臣になると、今海軍で一番問題になったのは何かと聞いたらですね、ディーゼルに切り替えるかね、石炭のままでいくかと、だと言ったら、どっちがいいだったら、それはディーゼルに決まってたったら、それはディーゼルやれって言って。そうですね。それだけでいいんですよね。つまり基本的な基礎教養をですね、を持っていればいいんです、政治家は。ところが基礎教養がないんですよ。つまり政治家として失格状況が今起こってるんですよ。それが、まあ、しかもですね、胡錦涛は謝る気がないに等しい。全然ないですね。つまりそれは日本側が、不快感を表さないからですよね。あるいはその相手に対する陳謝としてどういう形をするかということをしないからです。まあ、まず、首脳会談は絶対にしない。1年間はしない。でそれがもう最低でしょうね。それから ODA を当然、全面凍結もしくは全面廃止の方向に、持っていくです、ね。第一、源泉を持ってて国、で、源泉を持ってない国がですね、源泉を持ってる国に ODA を出すということ自体がですね、これはもう想像に絶する、その、逆立ち状況ですよ。まあ、その、秘密はね、日下さんも言っておられましたけどね、日本の政治家に行くとね、まあ、一人に2000万円ぐらいくれるんだそうですよね。まあ、噂によれば、いくらくれたって構わない。ODA でもらうからね。という構造ができてるから、日本の政治家は ODA をやりたがる。そうですね。ODA はキックバックが当然あるしです、ね。あるはな。はい。なければね、あんなものを出すわけがない。そうですね。で結局、国益を害する。害する。だけど、まあ、自分も、お金があればですね、その、当選する確率が高くなる。ということの悪循環が起こってるわけですよね。だから、ODA 止めるなんていうことは、
言えないんですよね。言えませんね。しかし僕はね、小泉さんはね、まあ、子分もいないし、まあ、政治家の中では、少なくとも保守党の中では、一番、金のかからない選挙できる人らしいんですからね、おでやめるって言えば、向こうはビビるでしょうがね。そうですね。だから、特に彼は派閥のオーナーではないわけですよ。だからその金はそれほどいらないわけですね。だから当然、やはりこの、なんていうんですか、自分の見識を、そこに置いては貫くべきだしね。ところが、やはり彼も、マスコミの動きその他に、いろいろ頭、やはり頭を使いすぎる。使いすぎますね。そして、おいでが止めればね、むしろ、中国の方は日本に働きかける、その、2000万ね、日本に、中国に来た、北京に来た日本の政治家にばらまく金も不自由するわけですから、そうです、なくなりますね。非常に良くなるの、ね、それ小泉さんは分かってないのかな、それとも目をつぶってるのかな。日本全体がですね、しかしそのなんていうんですか、中国を、を上にして自分たちが属国のような形で東アジアのですね、全体におけるあの大中華主義 の枠組みの中にこう張り裂さんですよ。それで特に日中関係が今経済が非常にこう、どんどん進んでいる。でその中でその儲かればいいや、でマーケットがあればいいやという考えがあって、それでその経済界の中にもですね、その日本が属国的な状況になっても構わないという思想が今急速に出てきてますね。そうらしいですね。儲かればいいと、儲かればいい、そのためには靖国神社も何のそのとそうですね。で結局その自分で自分 その国家をですね、その失うということを選択する、今日明日のお金のためにですね、すると。で特に今度もチリでですね、この胡錦涛の靖国問題に対する内政干渉はこれはもう常軌を逸してましたね。傲慢でしたね。傲慢無礼、そのあってはならないですね。当然小泉さんはその水でも相手にぶっかけて、退場してくるということがその一国の総理としての当然の行為ですよ。あそこで退場しなかったのはやはり日本全体を非常に傷つけましたね。そうですね。そもそもね、8月15日に参拝すると言って13日に譲歩した時からおかしくなっちゃったね。そうですね。あの時譲歩しなかったら胡錦涛はこういう出方はしませんね。しかもその宗教にかと教育に関わるものはですね、内政干渉に当たるということになってですね、今国際法は経済その他の干渉はいいんですね。だから内政干渉すべてダメだということにはならないんですけど、しかし絶対に、この不可侵な領域が 2箇所だけ残ってるんですね。で、それが、宗教と教育なんですよ。ところが、日本の主権国家として日本が主権を持つということ自体が中共反対ですから、だから当然そこに一気にですね、靖国問題と教科書問題に介入をして、そして日本が国家であることをやめるという行為を彼らが強制しているわけです。でしかもね、なんかそれが全ての問題の原点みたいなことをね、胡錦涛言ってるけどね、戦後ずっと長い間ね、靖国神社なんか全然両国の問題にならなかったんですよね。そうですよ。第一、その靖国神社にですね、永久戦犯を、が祀られてるからとこう言うんであればですね、永久戦犯にしたのは実際には米軍ですよ。米国ですね。そうなんです。ところがね、米国はですね、ブッシュ大統領が2002年の2月に訪日したときに、彼は靖国神社に行きたいと言ったんですよ。それから、米国はですね、永久戦犯が祀られることを一回も文句言ったことないですよ。そうです。つまり、あれは、イギリスもない。イギリスもないですよ。つまり、東京裁判のですね、においては、あれはあれでおしまいなんですね。それはルールなんですよ。それでね、日本と戦った当時の信濃政府は中華民国なんですね。そうです。だからこれも文句言わない。文句言わない。ね、でそうするとですね、まさにその、あれに対して応じるということ自体がですね、日本がその国際法あるいはその法律の原則である一時不再利を覆していることなんですよ。で第一、その国際法とかですね、国際ルールとかいうようなものがわからないような野蛮国であるですね、宗教と我が国が付き合うということ自体が、もはや我々としてやってはならないということを今回、認識すべきなんです。だからね、今の中華人民共和国はね、日本が戦争した時も、戦争終結した時も、国際的には存在しなかったんです。そうです。一切存在しないです。だから歴史的に問題だというのはね、歴史的問題のあの時あんた方いませんでしたよと言わなきゃいけないのに、なんていうかな、本当にね、日本の政治家はね、
無知なんですな。それからね、歴史をね、その、完全に無視してるのはですね、うん、中共側なんですよ。そうなんですよ。そのね、枠のわからないですね、うん、南京に行くとですね、変なあの、この30万とこう書いた数字のですね、変築なものがあるし、うん、その中に展示されてるものはですね、うず、ん、800のものが展示されてるわけですよ。うんうん、で、あれがね、中共なんですよ。中共なんです。中共と日本の社会党なの。ね、そうです、うんうん。それでその、しかもですね、今の胡錦涛はですね、チベットを虐殺の本人ですよ。そうらしいですね。あれは1988年の12月からですね、うん、1999年の10月までのですね、約4年間、チベット地区共産党委員会の書記、うん、つまり、まあ、我々の一般常の言葉で言うと、総督をしてるわけですね。うんうん、その時に、彼はね、ひどかったんですよ。10万から20万、あの時チベット人の虐殺が起こられてるんです。で、それを全部指揮したのが胡錦涛ですよ。うん、つまり、あれほどですね、血塗られた、要するに大量殺人をやった人間にですね、歴史のどうのこうのという言われる筋合いは我が国は文明国としてはないです。逆に言えばね、それを言ってね、国際裁判にね、かけるべきだと、あの、ミシロビッチみたいな意味で。そうですね。あの、おっしゃる通り、その、ヒットラーと同じですからね、胡錦涛は。そうです、そうです。そういう、その、胡錦涛のごときのものをですね、うん、国際社会の中に、こう、入れてですね、で、それと一緒の対談をするという行為そのものを、もうやめるべき時です。うんうんうん、で、胡錦涛に対する退陣要求をですね、突きつけるべきなんです。うんうん、それはね、あの、まあ、ヒットラーっていうとね、確かに同じ性質だけども、遠い話みたいに思う人が多いけども、あのユーゴスラビアはつい最近の話ですからね。ああ、そうですよ。今でも問題になってるわけでしょ、ね、それと同じカテゴリーに胡錦涛はいるんだということをね、世界に知らせが、しかも彼は1988年ほんの十何年前ですよ、うん、にそれをやってるわけですから、うん、その人にね、なんか、まあ靖国の問題を言われておたおたするっておかしい。おかしい話で、しかもですね、うん、彼はそのチベット虐殺をしたがゆえにですよ、うん、その江沢民に認められて出世をしてるわけですから、うん、だから そういう人材にですね、その第一死者を弔うという行為もできないですね、うん、しかも彼らは全員その中国共産党は無神論者ですよ。で、無神論者っていうのはもともとこれ野蛮人なんですね、うん、要するにその神とかその宗教とかそういうものがなければ人間としての倫理道徳性というのは形成されないわけですから、うん、だからその死者を弔うという行為をですね、うん、そのものができないというような野蛮人の発言に対して、うん、我々は初めから聞いてはならないという、うん、その責任なりですね、うん、そういうその人間性の、うん、を我々自身も守るべきです。そのね、それがね、ABC 的にはなことが分からなくてさ、しかも分からないのが政治家のみならずね、朝日新聞というね、まあ、日本の、代表的な新聞と言われているものが、それを大々的に取り上げてね、そうですね、厳選問題なんかあっちへ行けになっちゃった。そうですね。あの、やっぱり朝日新聞はですね、うん、実際の編集関係は無神論者が多いわけですね、うん、優別論で無神論者で。僕はね、優別論でもね、無神論者でもね、まあ、そこに留まってるのはいいけども、それを使ってね、日本攻撃やってるわけですよ。しかもね、うん、無神論者とかですね、優別論がですよ、うん、自分が個人的に持ってる分はいいんですよ、うん、だけどそれを彼らはですね、逆にこう宗教的にそれを広めようとしてる、うん、あるいはその一般の人たちがですね、その敬虔なそういう宗教性をですよ、うん、その、あの、通常の、うん、それをその破壊をしようとしてるわけですから、うん、これはもう一種の、あの、宗教破壊行動ですからね、うん、だからその朝日新聞というようなですね、うん、この中国共産党と一緒のようなものを我々がその読むということ自体がナンセンス、うん、あれ研究対象として読むのはいいけど、うん、そのあれを報道機関として読むべきではないですね、うん、そうですね、あの厳選に対してそれこそね、平和を破壊するものだというね、厳しいようなね、社説書いてもいいんですよね。一切書いてませんね。そしてあのもう国際干渉、まあ、あの宗教については朝日新聞は随分政教分離にうるさいじゃないですか。そうです、あの慰霊碑でも何でも、それなのに外国が言うのにはものすごく寛容どころか、やってくれやってくれと言って、政教一致言ってるわけですよ、うんね、つまり中国 その日本に対する要求というのは政治ですね、うん、でそれとその宗教をですね、うん、一致させろと言ってるわけです。そういうことです。つまりこれ政教一致なんです、うん、つまり朝日新聞というのはあれもう明らかにその矛盾してて、その分裂症的思考をしてるわけです、うん、つまり政教分離というのを言うんで、あの、をですね、守るべきだというんだったら、その中共の我が国に対するその宗教干渉も、うん、
やめなきゃいけないですね。そうですね。宗教は宗教の独立性があるわけです。で、政治は政治だというふうにして分離するわけです。いや、簡単に言えばね、日本に悪いことなら何でもいいんですよ。そうですね。というような感じですよ、簡単に言えば。そうですね。反日の、反日と、いや、それで反日であり、やはり、かつ、やはりこう、無神論的に、あるいはその、唯物論的なものをですね、日本の国民に強制したいというのはやっぱりあるんじゃないでしょうか。ね。そして僕は、靖国神社の場合ね、祀られてる人はけしからんと言ったってね、あれはね、マッカーサーが決めたようなもんでしょ。そうですね。で、マッカーサーは後で、日本は侵略戦争でないと言ってるし、さっきおっしゃったように、向こうの人も靖国神社には参拝する。今、軍人もやってますよね、アメリカ軍人も、イギリス軍人も。その時なかった国がね、何文句言うんだってね、どうして言えないんですかな。やはり、いろんなのがあるんでしょうね。だから早くこの中国共産党との関係をですね、自民党を含めて切らなきゃいけないし、国民も、その中国共産党との関係のある国会議員に対してですね、やはり厳しい目を向けて、日本の国益とかですね、日本人としてのその常識的行動、国際社会の中の一員としての行動ができるように、やはりしていくということが必要だと思いますね。ただ私がね、最近こう聞いた話でね、かろうじて小泉さんにもいいとこあるなと思ったのはですね、この頃の財界にはものすごく中国にのめり込んじゃってですね、なんか中国の摩擦を起こすのは何でもけしからんから、靖国神社でも分社しちゃえとか、東條さんとか祭るなとか、まあ、しきりに言いたがってるようなんですね。それで小泉さんはね、そういう財界人と会いたくないと、会わないことにしてるとか、そうですね、言ってるらしいですね。やはりそういう財界人はですね、まあ、昔の言葉で言うと一種の非国民なんですね。非国民なんです、簡単に言えばね。だからその我が国のですね、国籍を持ってること自体がおかしい財界人に過ぎないわけです。で、靖国神社の問題がね、で、日本が譲歩すれば、中国の言うことを聞けば、新幹線が売れるとかね、そんなこと言ってるらしいですね。もう全然関係ないですね。ね、はい、でしかもね、靖国で譲歩したら次に伊勢神宮になりますよ。絶対になります、それで全ての日本の神社を潰すわけですから、それはもう無神論っていうのは、その神社仏閣のその存在その自体が許さないわけですから。私はね、おそらく頭のいいね、シナ人がいましてね、東アジア文明はね、全部シナ文明である、チャイニーズ・シビライゼーションであると、こう言いたいんですね。それはね、韓国まではバッチリ当てはまるんですよ。ところがね、日本に来た途端にね、全然、シナ文明と異質のもの、あれ、シナ文明の影響を罪の赤ほども受けないものがね、二つあることに気がついてると思うんです。一つはね、神社。それはまあ神社は皇室と同じですね。皇室は、歴史始まって以来変わってませんからね。それからもう一つは、山と言葉ね。で、言語の方は今、中国のボキャブラリーたくさん入れてますけども、源氏物語みたいな長大なる、大小説。ほとんど、普通のボキャブラリーでは漢語は入ってませんね。そうです、入ってません。ね、こういうのはね、僕は山の上のオクラがね、すでに、万葉集で言ってるんですよ。空光大和の国はって言ってね、日本の国はって言ってね、住みろみの美しい国です。これ神様ですよね。神社ですね。それ皇室ですね。それから、言霊の先は、これは大和言葉ですね。この二つ指摘してるんですよ。で、そのうちの、言葉の方はボキャブラリーで、入る。品だって、たくさん、英語なんか入ってますからね。ところがね、いつでも日本文明とこの頃は、なんていうか分類されてるわけですよ。ハッチンソンでも。あ、そうですね。はい、それから、ライシャワーでも、それから、アーサー・ウェイリーでもね。どうして、朝鮮半島までは品文明なのに日本はそうじゃないんだというと、神社があるからだと。そうすると、神社皇室があるからと。じゃあ、神社を潰そうったって、そう攻撃の手段はないんだけども、靖国神社といったら、朝日新聞はじめバババババーンと共鳴文が動いたから、ここをやってると、そういうような感じですね。だからこれはもう日本国を挙げてですね、命を捨てても守るべき価値があります。そうですね。靖国神社を守るということです。そう、靖国神社が守れなかったら他の神社も守れない。もう全部一緒です。それと一緒にいた過去からの日本の大乗仏教の神社だって危ない。そうです、同じことなんです。お寺でも危ない。お寺も危ない。危ない、はい。でもちろん皇室も危ない。だからその靖国神社の永久戦犯問題というのはですね、の合祀問題は、これはあくまでも宗教戦争が始まっているんですね。その時ね、私は非常に今でも
あの、えらい、立派なことをした首相だと思うんだけどね、中曽根さん何、あの、変になっちゃってね。あ、変ですね。うん、考えられませんね。あの、分子をしろってわけですよ。そうです。一旦祀ったですね、魂をですね、うん。で、分子はできないんですね。分子っていうのはそこにあって、魂があって、うん、で、さらにこの増えていくだけですから。うん、で、そうすると、一旦その祀られた人をですね、うん、その、外すという行為はできないわけですよ。だから、やはり私は中曽根さんに対して非常に率直にですね、うん、あの、彼も唯物論で無神論ではないかという疑いは非常に強く持ってます。うん、あの人がそもそも靖国神社、参拝やめたんだからね。そうです。で、彼のですね、1985年の8月15日の参拝の仕方がですね、うん、彼は本殿に上がってないんですよ。うん、それでお祓いも受けてないんですよ。うん、それでね、手水も取ってないんですよ。うん、でね、彼の行為は、極めておかしなところがあって、うん、靖国神社 に祀られている人々を侮辱する行為があるんですよ。うん、だからその、1984年の8月15日のあの、靖国参拝とです、うん、のですね、形と、うん、現在の彼の分子論ですね、うん、永久戦犯を分子論外せというものはですね、極めて共通しているというふうに思ってます。うん、で、僕はね、その方がね、東郷元帥と同じね、大勲位を持っていること、非常に おかしく感じるんですね。そうですね。しかも彼はね、天皇制廃止を言ってるんですよ。うん、1952年のですね、うん、あの、1月と2月に2回にわたって、うん、吉田総理に対してですね、昭和天皇に退位させろということを迫ったですね、うん、当時では、その、共産党なんかの分派的な行動をしてるんですよ。うんうん、それで60年代まではですね、中曽根は左じゃないか左翼じゃないかっていうのはですね、例えばその早稲田にいた吉村忠教授なんかは指摘してたんですよ。ああ、そうですか。ええ、今はね、そういう保守的な、ような本尊みたいな格好をして、靖国反対とかなんかやってるから困るんですね、影響力が。そうですね。要するにこうカムフラージュの非常にうまいですね、うんうん、私は彼をですね、大変その政治家の中で50年に一人の盟友だと思ってます、うん、なるほど。で、ああいうふうにこう右を偽装してその演技をして、うんうん、それで実際に彼のやってる行為は非常に破壊的だしですね、反日だしですね、うんうんうん、共産主義的な行為をします。じゃあちょっとお休みしましょう。まあ、源泉の問題のその前直前にですね、天然ガスの問題ありましたね。あ、そうですね。うん、あの尖閣列島のですね、そうですほんのそばにですよ、うん、その天然ガスのですね、うん、その3つほどその天然ガスの油田開発をしてるわけですよ。それで日本とですね、中共の間は、この中間線がですね、まだ合意されてないんですね。うん、で合意をされていないということはですね、これ絶対に何もそういう建造物を作っていけないって国際法に書いてあるんですよ。なるほど。うん、国連海洋法条約のですね、うん、第83条の3項で、うん、その話し合いがつくまでは何もしないということをしなさい、何も知ってはいけませんよというのが書いてあるんですね。実はそのお話をですね、私今初めて聞きましたけどね、なんか新聞とかなんか出ませんね。出ませんね。つまりその向こうがですね、うん、天然ガス油田をですね、うん、してる、あ、どうぞというふうに思ってるんですよ。しかもね、日本側も非常にいけないのはですね、うん、その日本側のがセットしてる中間線のそばにあるからですね、うん、数キロ4キロぐらいしか離れてませんね、うん、そうすると実は日本の側にある要求しているところのですね、天然ガス油田は一緒ですから、うん、その天然ガスが吸い取られると言って文句を言ってるわけですよ、うんうん、現在の経産省で、ね、あくまでも経済的なんです、経済ですね、発想がね、だけどその、うん、我が国は国際法を守る主権国家なんですよ、うん、だから国際法はそういうことをしちゃいけないってわけだから、相手に対してその国際法違反ですよと言って、うん、あれの全面撤去を要求しなきゃいけないんですよ、うん、それでもしそれができないんであればですね、今まで日本側が提示している中間線をやめて、うん、日本側も中共と同じように大陸棚の理論を使ってですね、うん、その今の油田開発している向こう側にですね、うん、その日本との、と中共とのですね、うん、その EEZ ですね、その、うん、経済水域での線をですね、うん、セットしてしまえばいいんですよ。で、そうすると向こうは違反になるわけですから。それはできるんですか？それはできます。つまりその、うん、条約局のですね、うん、現在 その外務省の条約局の解釈として中間線論で言ってるけど、うん、それは変えても構わないしですね、うん、それは今回ですね、うん、実は中共にですね、うん、変える可能性ありますよと言ったんですよ。あ、なるほど。だから多少日本の外務省の条約局にはですね、うん、骨のある人もやはりいるんですよ。なるほど、はい、ところがですね、うん、それが報道されないんです。ねえ、ええ、
まあ、これ今初めて報道されることでしょうな。だから非常にですね、うん、日本はその自分のその、あの国際法における自分のその権利とかですね、義務というのがどこまであって、どこまで言えてですね、しかも相手の違法行為を許さないという、この義務を履行するという意識がなさすぎるんですね。国際的にね。ええ、でこれは非常にあの大きな問題で、だから天然ガス依存問題はやはり譲るべきじゃないです、はい、しかもですね、あそこにああいうあのシステムを作られると尖閣列島が危ないですね、日本の固有の領土である。だからその尖閣列島に対しても早く日本は建造物を作るべきです、うん、たまたま大正時代にあそこでその、ありましたね、あの仮想工場がありましたから、工場の、その工場の跡があるんですね、うん、しかもあそこあの島はですね、尖閣列島はですね、あれはもう水がふんだんに出るんですよ。それで人間は住めるしですね、しかもね、あそこはね、空軍基地ができるんですよ。なるほど。で、あそこに空軍基地を作られるとですね、当然、不沈空母ですから。なるほど。そうすると、中共はあそこに作って、それで沖縄攻撃が来ますよね。うん、だから、早く日本として陸上自衛隊の駐屯をさせなきゃダメです。うん、それで、しかもそんなに数いらないんですよ。うん、一校小隊の50人をですね、3校隊にして、それで、その15人ずつぐらい、こういればいいんです。うんうん、それで、あとの30人は沖縄で遊んでていいわけですね。うん、だたった50人ですよ。そのローテーションであそこを守れるわけですよ、うん、でそういう行為を、早くしないとですね、尖閣列島は危ないですよ、うん、そういうことをね、まあ国民が知らないということが大きいんですね。大きいですね。日本がその先ほどおっしゃったようにね、国際法的な無法国家になってるから、そうです、ま、守らないんだからね、うん、日本が守らない、うん、でしかもですね、沖縄というところをですね、我々は守らなきゃいけないんですね、うん、でその沖縄が一番危険をさらしているのはですね、うん、台湾がもし仮に中共側に入ったら、うん、沖縄も守れないんですよ。そりゃそうです。で台湾とですね、宮古島と、は一緒なんですね、あれ、うん、尖閣列島と、うん、だからその台湾が陥落と同時に宮古島もですね、うん、全部陥落するわけですよ。でそうすると台湾から一気に、うん、とか尖閣列島からですね、沖縄に攻めてこられるわけです。だからその沖縄防衛戦のためにも我々はその台湾との関係をですね、もう少し強力にしなきゃいけない、うん、でまあ、実際には大変に早く独立、完全独立を法的なですね、うん、国連における完全な独立にして日台同盟という形を取って、うん、でそれは台湾を守るということよりはですね、沖縄を守るということなんですよ。要するに日本を守るということだね。そうです。だからその1945年のですよ、4月からですね、6月にかけてのあの沖縄戦の悲劇をですね、で繰り返したくないという人がいてですね、特に左翼に多いわけですね、繰り返すな言うんであれば、なおのことその人たちはその尖閣列島に陸上自衛隊をですね、10人でもいいから置いてくれ、あるいはその台湾の防衛にですね、日本はもっと協力しろということを言うべきなんですよ。そうですね。だからそういう意味ではですね、沖縄の人の左翼の人たちが中心ですけど、あれは180度逆の行動をしてます、うん、それに私はね、思うんだけども、その、小泉首相がね、イラクに兵隊出すときね、まあ、ブッシュは非常に喜んで感謝して、ね、まあ、非常に効果ありましたね。その時、まあ、表に出しては言いにくいかもしれんけどね、日本はもうイラクにも出しますけれども、その代わりね、日本の安全のために早く台湾をね、承認して国連に入れてくださいというのは裏交渉できなかったかしらね。あ、そうですね。日本は今度もね、チリでね、小泉さんが非常にまずいことを言ったのは、うん、台湾の独立をもは求めていないという発言をしたんですよ。余計なことじゃない。不用意な発言なんですね。余計なことです。で外国交渉っていうのは、うん、その絶対に相手 にこうプラスするような発言はしない、沈黙してればいいわけですから。そうです。でそういうその外国交渉の基本を知らない、つまり日本人同士のですね、その何やぶし的な、あるいはその永田町のですね、会話はそのまま国際の外国交渉の場にですね、こう使うわけですよ。で結局ああいう発言をするんですね。で我が国として台湾独立は絶対にいいわけですから。絶対有利ですよ。だからそうすると日本としてアメリカに対して台湾独立をですね、をやってくれということを日本側がいつも言い続けるという行為の方が重要なんです。その方が中国に対しても影響力が持ち寄るわけです、こちらがね。そして日本と台湾とですね、米国がこうくっついていくとですね、中共としては困るから、そうすると靖国神社問題なんかももういいです、うん、ごめんなさいという話にこう全部なっていくしですね、ですね、うん、あるいはその源泉の領海侵犯に対してですね、うん、謝罪をしますですね、うん、っていう形で、そしてその担当者をですね、誰と誰は首を切りましたというようなことをするようになるわけです、うん、そうすると本当に対等の国家関係というのはその時に初めて生まれる。そうですね。あ、そうですね。その源泉もですね、
あの、犯した官庁の名前ぐらい分かるでしょうね。そう、分かりますよね。向こう側はね。はいはい、それ、罰するというのは出ないわけ、ね、で、向こうで軍法会議にかけてですね、うん、で、その軍法会議に日本側からの海上自衛隊から1名ですね、うん、その、あの、オブザーバーで出席をするという形で、うん、あれは処理しなければいけないんですね。いけないですね。ね、だからそれをその、一貫の意義とか何かはですね、小学校の学級会じゃないんですから、そうですね。学級会でその、クラスメートが悪いことしたからですね、まあ謝罪させましょうという話ではありませんからですね。だから、ね、そういうところがね、全然理解してませんです。そうですね。そしてもう、台湾がですね、あの、うん、国連に入りますとね、南沙の諸島に対してね、他の東南アジアの国の態度もね、ベトナムとかフィリピンも随分違ってきますよね。違います。それであの早くですね、現在のようにこう中共が経済力をつけてきましたよね、うん、で今まで70年代までは経済力がないから問題があまりなかったけど、うん、これほど経済力があってマーケットを作ってですね、でそうすると東南アジアを含めて多くの国々がですね、この中国の方にこうシフト してますよね、うん、でそうするとこの一種の中華主義になって、で東アジアがですね、非常に危険な状態になるわけです。あくまでも中共を封じ込めるというのがその我が国 の国益でありですね、うん、東アジアの安定ですから、うん、でそのためにはその東南アジアの国々とかですね、フィリピンを含めて、うん、その封じ込める関係というのを作っていかなきゃ、うん、でそれをリードするのが日本なんですよ。そうですね。そしてね、アメリカは常にね、民主主義を、まあ、世界に広めるんだと言ってイラクまで行ってんでしょ。それで台湾はもう民主的な選挙もやってんのに、ここは無視してね、民主的な選挙を一切やろうとしない中国に親しみを感じているのはおかしいということを、日本はアメリカの世論を引き起こすようにしなきゃいけませんね。そうですね。それで実際にですね、アメリカがその台湾派とですね、中共派にこう分かれてる、うん、あるいはその一つの中国派とですね、うん、あの一中一体派にこう分かれてるわけですけど、うん、その実は日本側がですね、台湾に対して冷たい、そして中共とつくからですね、それで結局アメリカはやむを得ずして一中一体というですね、要するに台湾独立の方の、うん、方の力がですね、そがれるんですよ。国務省がちょうど半々になってて、うん、その、新北京派とですね、それとその台湾派とですね、こういるわけですね。うん、で、それで分かれてるんだけど、で、日本側が、その、北京とですね、非常にこう、離れていくんであれば、一気に国務省の中の台湾派が力をも、うん、あの、うん、取り戻すんだけど、日本が非常に逆をやってるんです。うん、で中共に中共にとこう行くから、うん、結局アメリカもですね、東京を見ながら対中政策が決まりますから。なんといっても日本は大きいですからね。大きいです。うん、はい、でしかも日本は東アジアにいるから。うん、結局日本がですね、そうやって中共側にシフトする以上ですね、うん、アメリカはどうしてもその台湾の独立という行為ができないんですよ。日本が最大の癌ですね。うん、だから本当にね。イラクみたいなところにね、民主主義とかね、なんか言ってる国がね、台湾を無視してね、北京政府にをこう立ててるようなのは不可解なんですね。そうですね。だからアメリカの世論を起こす、日本は積極的に呼び起こすべきですね。台湾は自由に選挙してますと、向こうはやってません、大虐殺やってます、その大虐殺やったのが首相になってますと、これは日本が必死になって宣伝しなきゃいけないんです。それで日本よりまだアメリカの方がいいのはですね、うんうんうん、アメリカの中にはその中共におけるですね、様々なその人権侵害なんかをですね、糾弾するそういうグループとかですね、あるいはそれだけの勢力があって、やはり上院議員、下院議員の中にはですね、その中共批判というのがある程度のそのパーセンテージいるわけですよ、3割ぐらいが。で、日本はね、国会議員を見てですね、ゼロですよ。つまりアメリカはそれは過半数ではないけども、3割ぐらいいるわけですね。だから日本はゼロです。クリントンがさ、あの台湾を無視するような発言したら、ええ、すぐ議会はね、そうです、台湾法をやるんです。あの3割がですね、うん、でああいう3割みたいなものは、うん、アメリカですら3割その台湾を守れですね、うん、中共けしからんっていうのがいるんだったら、うん、日本は当然6割ぐらいなきゃおかしいですよ。8割いなきゃおかしい。あ、そうですね、8割ですか。本当はね。そうですね。本当は。はい。で、そういうような国際政治全体を見て、国益を見て、そしてその東アジアをどうする、安定をどうするとかですね、うん、そういうやはり視点がないんですね。うん、だから結局、今度はその北朝鮮問題だってですよ。うん、つまりアメリカの方が、拉致被害者かわいそうだというような、うん、そういうそのヒューマニズムが非常に強いけど、うんうん、日本ではもうこれで幕引きしていいじゃないかという雰囲気が非常に強いしですね、平気に25万トンをですね、の食料を与えたりですよ。その一戦、
万ドルのですね、その医療費を送ったりですね、うん、で、その対話と圧力と言いながら実際には対話しかしないですね、うん、で、圧力は一切かけない、うん、といって、ああいうその、どしがたい想像に絶する国家とですね、うん、平気に国交を回復しようとかですね、うん、そういう動きがあるのはもう日本は完全にこれ国際社会の中でずれてます。アメリカの方は、北朝鮮人権法まで作っているわけでしょ？そうです。むしろ日本が作らなきゃいけない。そうです。日本が作らなきゃいけない。だからそういう意味でですね、やっぱり小泉さんが、うん、多少他の国会議員よりいいところもあるけども、うん、しかし、やはりまだまだ、このどっぷり朝日新聞みたいなですね、うん、そういうその左翼勢力の中にですね、うん、イデオロギー的なものに、拘束されて、あるいはもともとそういう知識がですね、教育を受けてないから、うん、結局そういう発想ができない。まあ、岸、佐藤ぐらいまではね、朝日新聞が何を言おうとね、無視する姿勢が多少ありましたけどね。吉田茂はですね、うん、総理在任中は朝日新聞を一回も見てないんですよ。なるほど。それで彼はですね、朝日新聞を絶対に見ないということを、総理になった時に決めるんですよ。うん、それで彼は原則、海外の新聞で見てですね、うん、自分の頭の正常性を維持するために、うんうん、日本の新聞はできるだけ読まないと。で、どんなことがあっても朝日新聞だけは読まないということは、彼は励行したんです。なるほど。うん、でそういうようなものがですね、うん、政治家には必要です。だからサンフランシスコ条約もちゃんと受けることにしたんですね。そうです。あの時日本の野党、第二党の社会党も共産党も反対でね、行かなかった、調印に参加しなかったんだからね。そうですね。独立反対したんですよ、日本の。ソ連にですね、が調印しなきゃいけない。うん、だけど、ソ連は要求してるんですよね。うん、その、三階級を全部非武装化しろとかですね。うん、それから、南カラフトとですね、うん、クリルアイランズは、うん、ソ連に属するということははっきり言えとかですね。うん、いくつかの条件を日本が認めたら、サインしてやると言ったわけですから、あの時のグロムイコ外相がですね。で、それを、ダレスがいて、そのダレスと吉田で蹴ったから、うん、我が国は日米関係が正常化しですね、そして国際社会の中で今日生きて、うん、いける基盤ができたんです、うんうん、で当時のマスコミ、特に岩波書店とかああいうところに寄った文化人は、ね、それこそスターリンの意思を間接的か直接か受けて、社会とまでいかなかったんだから、参加しなかったんだから、ね、そうです。独立回復反対なんていうね、やった人が独立後も、ね、大きな顔してるっていうのはね、もともとそうですよ。だから独立が反対をしたようなですね、うん、社会党と共産党がですよ、うん、今の存在するってことがおかしいんですよ。おかしいんですよ。しかもね、ポスト冷戦で一旦ソ連邦が崩壊をして、うん、ヨーロッパではですね、共産党は全そういうイデオロギーを持ってる左翼イデオロギーは消えてるわけですよ。うん、で我が国ではですね、1990年代なんか逆に村山内閣までできるんですよ。だからとんでもないその逆行をやってるんですよ。だからもう遅くには死したけども、やはりそういう社協に対するですね、追撃戦でイデオロギーから、イデオロギーの汚染が一番怖いんですね、ローマ帝国の滅亡だってイデオロギーで滅んでるわけですから、外国のその蛮族の侵入よりはですね、直接自分の方で腐食し自戒をしていく精神の健全性というものを失った時に国が滅ぶんですよ。そういう意味で、そういうそのイデオロギー戦争をして国内でやっていくということ自体が、日本人にですね、緊張と正常性というのを取り戻していって国を守れるんですね。うんうん、我々はね、機会あることにね、左翼の人たちが、まだ言論界にも強いし、重要なところにポストを占めてるんですよ。民主党にも流れ込んでるしね。機会あるごとにね、あんた方はね、日本独立反対したんですよと、言い続けるべきじゃないですか。そうですね。封じ込めなきゃいけない。で、民主党の問題もですね、あれも非常に危険でですね、静かにしてる連中が非常に左翼的なんですよ。怖いんですよね。それで、社会党というよりですね、現在はやっぱり共産主義思想の方が非常に内部に、蔓延をしてるんです。だからそういう意味で、民主党問題もちょっといずれですね、きちんとやらなきゃいけない。ただ、国際問題で言うとですね、しかし、これからですね、もう一つ、プーチンの来日が、ありますね。あるわけですよ。うん、
それでその北方領土についてですね、妥協しろとかですね。二島返還とかね。そうですね。で、二島というとですね、半分のようだけど、あれ面積で言うとですね、歯舞式台湾はね、7% なんですよ。それで、国後島が 93% あるわけですよ。しかも全部の北方領土をですね、大して島じゃないか小さいとこ思うけども、あれ、その、大きいですよ。沖縄本島のですね、5倍あるんですから。沖縄本島とか東京都は約1000平方キロですね。あれは5000平方キロあるんですよ。それでね、東京都のですね、5倍とかですね、まあ要するに沖縄の5倍を捨てろなんていうことをですね、言うようなのはもうその馬鹿げてる話です。しかも軍事的には、あれが北海道を守るわけですから。そうですね。だから先にあそこに自衛隊が、その国後島に駐留することによって、極めて安全なですね、北海道ができるわけですよ。しかもね、まあ、この前の戦争の向こう側の言い分によれば、領土的野心は持たないということ、建前だったでしょ。しかもそれがね、戦争終わってから入り込んできたわけでしょ。だからね、あれは回路宣言違反になるわけですね。回路宣言でスターリンはそれを言ってるわけですから。で、それでサインをしてるわけですから。で、そして回路宣言をですね、を履行するということがポツダム宣言に入ってるわけですね。で、それで彼らはその対日戦争したのはポツダム宣言に従ってきたわけです。ということは回路宣言を守らなきゃいけない。ということは領土拡大を日本に対してしてはならない。しちゃいけないんですね。だから南カラフトもですね、クリルアイランドもですね、シムシ島まで全部一旦日本に返してから言うべきなんです。そうですね。で、しかもロシアはですね、サンフランシスコ講和条約に入ってないんですよ。入ってない。ということは我が国はロシアに対しては南カラフトもクリルアイランドまで放棄してないんですよ。で、この原点に立ち返って堂々と日ソ共同宣言ですね、鳩山一郎がやった1956年の、あれの破棄を含めて、あれの全面見直しを含めて交渉すべきなんです。なるほど。で、ことが非常にこう何十年もうまくいかなかったらですね、一番最初の原点に戻ることなんです。そうなんですね。元立ちて道上手なんですね。元に立たなきゃ道はできない。で、その山の中でですね、迷い込んだらですね、右往左往するのではなくて、一番最初の出発点のところに戻ればいいんです。そうです。で、同じように日露関係っていうのは、一番最初の原点であるですね、1956年に、一旦戻せばいいんです。しかも、ロシアはですね、シベリア抑留で、その数十万からですね、まあ一説によると105万人連れて行ってるわけです。そうすると帰ってきた人が52万だから、105万連れて行ったとすれば、50数万人殺されてるわけです。あるいは満州侵攻もあるわけです。そういう問題を含めてもう一回。賠償取ってもいいぐらいだよね。賠償取っていいわけで、ロシアとの間の交渉もすると。で、それが初めて日本が、国家として国家足りうるんですね。そうですね。そしてその、まあ、千島列島の全部、南カラフトの半分、そこまであんた方は取る権利がないんですよと言ってから、情報したら、4島ぐらいは買えるということでしょうね。そうですね。実際に4島だけでもいいやと思っているんであればですね、南カラフトまでやって、相手の顔を立てて、でもまあ、南カラフト欲しいですけどね、やはり。欲しいですね。まあ、欲しいですけども、まあ、ちょっとですね、上のシムシ島とかですね、チリホー島から、小さな島だけは我慢するとかですね、いう形で顔を立てて、後を取り戻すというのは、これ外交の基本ですよ。そうですね。それで実は1955年は、その外務省の連中まだ優秀で、だから北方領土という名前をつけてですね、国後島とかそういう具体名を言わなかったんです。あれは全部含めた言葉なんです。で、どこまででも行くように、それで、北方領土という形にして、沖縄とか小笠原のように、あれは沖縄返還問題、小笠原返還問題で戦をやったんですね。それで、対露交渉の時だけ北方領土にして特定のことをしなかったのは、あれはあくまでも南カラフトまで国際法上取り戻せるわけですから。で、それを含んでたんです。だからね、戦前の教育を受けたね、官僚というのはね、今から見ると立派なんですね。あ、立派でしたね。日韓交渉もそうでしたし。あ、そうですね。みんな立派でした。その後ね、メタメタだったのはね、やっぱりね、戦後の教育ですね。そうですね。もう80年代以降の政治家はもう全部ダメですね。それは中曽根さんも含めて。それはなんていうかな、教育、まあ、簡単に言えば、東京裁判士官に汚染されてるというかな。なんか日本悪うございましたっていうようなことで謝った感じですね。悪うございましたっていうのはですね、それはその一時不再理であってもう終わってんですね。そうです。つまり我々はその1952年をもってですね、主権国家になったわけですよ。そうです。だからその堂々と生きていかなきゃいけないんです。で、それからその祖先の火をですね、いつまでもあげつらうことはできないんですよ。で、なぜなら我々は子孫だからです。で、それをするということは我々の次の子孫がですね、我々に対してそうするわけですから。で、国家は連綿と各世代がこう連続してて、初めてその生命源を得てるわけですから。
そうすると都合が悪ければですね、堂々と喋らなければいいんです。うん、ですね。それで1952年に再生した日本として、うん、国際法なりですね、国益なりに従って、その我が国の外交と国防ということを、その胸を張ってやってくる。うん、そしてね、その時に、まあ、向こうでついてくるのはね、東京裁判のを使うんですよ。今の中国もそうだけども。しかし、東京裁判というのは国際法に基づかなかったんだと、そもそも。そうです。ね、そして、マッカーサーの権威だけだったんだと。そのマッカーサーは、後で、正式に、公の場で、上院で、日本は侵略戦争じゃなくて、自衛のためだったと言ったんだから、全部パーになってるんだと。全部パーにしたんですよ、うん。ということをね、こっちでも知って、知らなきゃダメですね。それはね、ダレスもそうですね。うん、あれも上院でですね、サンフランシスコ講和条約の最大の目的は、ヤルタ秘密協定を、全部保護にするためであるということを発言してるんですよ。あ、そうですか。その書類ありますか。あ、それは残ってます。あ、後でください。はい。はい、うん、それは重要ですね。だからそういう形でですね、逆にアメリカはいろんなことをしてくれてるんですよ。あるいはですね、1956年にですね、国務省のメモランダムがあって、ですね、そのヤルタ秘密協定で、ルーズベルトのサインがあるけど、あれはルーズベルト個人であって、米国大統領ルーズベルトのサインでないって言ったんですよ。で、実際ですね、あの時のサインはですね、ルーズベルトと書いてて、米国大統領と書いてないんですよ。でそれをわざわざですね、鳩山一郎が行くでしょ、そのモスクワにですね、交渉に。その直前に、わざとですね、日本を協力するために、その国務省声明を出したんですよ。はあ、そうですか。それは、それもまた知られてないね。知られてないんです。つまり日本の学者がほとんどですね、やはりソ連側にこう、要するに支配された形で、ソ連にもみ手をしたり、あるいはソ連にですね、通じた形で日本の学者ってのはあるんですよ。それは日本のね、国際法学者がね、日本国民に知らせる義務があったことですね。そうですね。だからその本当に日本がですね、こう世代が変わってですね、非常に危険な国になりましたですね。危険な状態ですね。どんどん危険ですね。危険ですね。戦争直後の方がまだ。まだいいです。まだ危なくなかったというところもあります。やはりこう健全な精神ですね。で、正しい知識というものが総合されて、初めて国家は国家として、やっと生きていける。厳しいんです、世界は。でね、勇気だけあってもダメなんですね。正しい知識がなければね。万有ではダメなんです。その正しい知識が広まらない。そうです。ある程度広まらないと力にならないということがあるんですね。そうですね。おっしゃる通りです、はい。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。